習慣化ができる人にはギブアンドテイクのギブをする能力が高い人がすごく多いなと感じます。はい、ということで今日はギブアンドテイクのお話をしたいなと思っております。わかります？ギブアンドテイクって、まあなんか、ね、聞いたことあると思うんですけれど、まあギブって何ってね、与えるね、まあ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 、それちょっと言葉通りに言うとね、テイクはもらうみたいなね。じゃあギブってその具体的に何なのっていうと、まあ、僕が考えるギブっていうのはその主体的に動くことをギブって呼んでます。その人のことを考えて、または何かの問題を考えて、あの自分主体的に動く、与える側をギブと呼んでおります。はい、でなんかね、ちょっと僕の感じるギブ&テイクの違和感、ちょっと2つ今日お話ししたいなと思っております。はい、まあ、これ僕が思ってるだけなんで、なんか正しいかどうかとかは正直ちょっと精査しないでほしいんですけど、はい、ただまあちょっと皆さんも面白い話というか考えてもらいたい話題なので、お話ししたいと思います。はい、2つあります違和感。はい、1つはですね、あのギブアンドテイクってね、結構いろんな人言いますけれど、そもそもギブアンドテイクってギブする能力がある人が2人いて初めて成り立つ関係なんだよっていうのをね、なんか分かってない人多い気がするんですね。はい、っていうのはね、そのテイカーがめちゃめちゃ多いんですよ、この世の中。分かるかな、テイカー。まあ、要はもらうばかり考えてる人って多くないですか。はい、っていうのはなんでそれを感じるかっていうと、僕が昔からもうギブする人だったんですよ。でそれがすごい嫌だった。俺はなんかの動画で言ったと思うけど、すごく嫌だったんですよ、そのなんかギブすることが。ギブ、なんだろうな、なんか不利なんですよ、ギブする側って。不利だと思ってた、昔はね。そう。なんか傷つくし、なんか批判されるのもギブしてる側だし、みたいな。なんか与えても与えても、なんで俺こっちが傷つくんだろう、みたいな、タイプだった、昔からね。そう。で、そういうタイプだったからこそ、その、もらうことしかしない人っていうのがすごいいたんです、昔から。実際どうですか、皆さんの周りもいません？あなたの周りにいませんか？あなたは違いますか？はい、あの例えばね、あのまあ、簡単な例で言うとさ、あのなんつうの、お誘い、はい、友達とかね、まあ、彼氏彼女なんでもいいです、あのお誘いするでしょ、例えば日曜日遊べるみたいな。そう、これ誘う人限られてません？どうですか、実際考えてみて、誘う人限られてませんか、これ。毎回同じ人が誘ってません？これなんでなんすかね。だって友達だったら互いに会いたいなって思った時に誘えばよくないですか。でもこれって多分皆さん思い当たる節あると思うんですけど、あの片方しか誘ってない場合めちゃめちゃ多いんですよ。彼氏彼女ね、いつも私しか誘ってないわっつって、そう、なんかいつもなんかプレゼントとかも私からしか渡してない。なんか私にプレゼントくれないのよねとかさ。はい。そうなんですよ。なぜかね、ギブする側って片方だけの場合多いんですよ。はい。その場合ね、ギブアンドテイクの関係って成り立たないのわかります？ギブアンドテイクっていうのは、二人いて、どっちもギブできる人ですよ。こっちが、例えばね、ギブしました。で、こっちがね、恩を感じてね、じゃあ次は私からってギブしました。それがこの人にとってはギブ&テイクなわけですよ。わかります？ね、ギブ&テイクでもらって、あ、なんかまたもらっちゃったなって、私も返しましょうつって、ギブ&テイク、ギブ&テイクを繰り返せるわけですよ、ギブできる二人がいたらね。要は例えば、まあお誘いをねしたんですけれども、まあ予定ある、ごめんねつって、予定あるわつって、で、あ、そっか、じゃあ今回無理だねってなった時に、なんでまた断られた方がもう一回誘うのかっていう、なんだろう、そこさ、いいんだけど、できればさ、その予定あってちょっと無理だった方がさ、ちょっと気使ってさ、あの前回ちょっと断っちゃったけど今週なら空いてんだけどどうってこう提案すべきだと思いません？常になんで片方がそのどうですか、遊べる、あ、無理か、え、この日はじゃあどう、あ、ダメか、あ、この日はどう、あ、ダメかってなったらもう無理じゃん、誘うの。あ、これ避けられてるかなとかでなってきちゃうけど、別にそのね、避ける気がなかったとしても、そうなって結局関係ってなんか終わっていったりするわけで、要はあのギブアンドテイクっていうのはギブする二人がいて成り立つもんなんですよっていう、なんかそこなんかずれてないっすかっていう
なんだろう、俺の疑問、多くないですかそういう人っていう、なんかそのテイカーがもらうことしかしない人多いなってすごい感じるっていうのが一つ目の私の、なんだろう、このもどかしさです。はい、二つ目のもどかしさが、もどかしさにテーマ変わってるけど、二つ目のもどかしさ言っていいですか。なんかさ、あのもらう側偉い風潮ない？いっぱいもらったやつが偉いみたいな、わかります？あるとはもう絶対感じてる人いるでしょ。なんだろう、なんか受け身のやつが偉いみたいな、なんて言うんだろうな、チャレンジしないやつがなんかお高く止まってる風潮。これちょっとギブアンドテイク違うかもしれない。あ、まあ、でもかすってはいるよね。うん。だ、要はその誘われる、さっきの話で言うと、あの誘ね、例えばまあ、簡単な話なんで、お誘いってまあ、ギブいっぱいありますよ。いろんなギブがあるんですけど、まあ、お誘いで行きましょうね。お誘いね、遊べますかっていうね。このお誘いもさ、なんでこのギブする人はさ、このいついつ遊べますかねつって、ああ無理無理無理みたいな、これ予定あるわつって、あそっかそっかって、なんかこの、あそっかごめんごめん、そうだよねみたいな、え、じゃあこの日空いてますかみたいな、あその日無理だ、あちょっと難しいわ、あそうですよね、なんかこの力関係なんか違くないっていうね。本来会社でもさ、偉い人から仕事が与えられる、仕事を与えて、お給料も与えてっていうことですよ。与える側が偉いはずなんですよ。そうなのに、なんかすごいです、ここわかんない、日本だけなのか、いやそういうわけでもないか、なんかさ、すごい受け身でこう待ってる側が偉い風潮あるんですよね。うん、いかにいろんな人にお誘いをもらえるか、プレゼントを集められるかみたいな、こう、あ、私って待ってるだけですごいいろんな、あ、何そのいろんな人からのギブをもらえるわ、私って価値あるみたいに思っちゃってる人めっちゃ多いと思う。すんごい多いと思う。いるいるって感じ。これね、ちょっと感じたのが、そのハロートークっていう、なんだ、海外、ね、英会話学ぶためのアプリ、私使ってるんですけど、それね、プロフィールでね、まあ、まあなんか、あ、なんだろうな、いろんなの、なんて言うんだろう。うん、まあ、海外の人と、だから、チャットをするアプリなんですけど、そのプロフィールで、はいとか、その返事だけする人は、連絡してこないでください、みたいに書いてる人いるんですよ、プロフィールで。これ、まさに、テイカーですよね。わかります？そういうやつはもう連絡してこないで、みたいな。私は、なんつうの、その、お話ししないわ、みたいな。すげえお高く泊まってる方がいらっしゃるんですよ。これ違くない？え、あなたは、ね、その、なんつうの、その、あなたから挨拶することはないんですか？っていうさ。そう。なんか、なんでその選ばれる側が偉いと思ってるのか、思ってらっしゃるのか、私にはちょっとこう理解できないというか、常に選ぶ側が偉いに決まってるじゃないですか。そうでしょ。いつだってそうでしょ。選ぶ側がこう権利あるというか、そう。なのに、まあ、別に偉いとかどうでもいいんですけど、なんかその、受け身で行動しない、チャレンジしない、待ってるだけのやつが、すごくお高く止まってる風潮あるなっていうことに対してちょっとこうもどかしさを感じています。はい。っていう、二つのもどかしさでした。ギブアンドテイクに関する。はい。これね、習慣化してる人ってね、なんでかわかんないけど、そのギブする人が多いんですよ。ギブすることに慣れてる。行動することに慣れてるっていうのかな。まあ、確かに習慣化することでね、こう自信もついて、なんだろう。まあ、自動でこう経験値上がっていくみたいな状態だから、こう余裕もあるからなんですかね。なんかすごい、まあ、習慣化同盟でも、私のね、オンラインサロンの習慣化同盟でも、やっぱり、なんか主体的でこうギブする人多いなって感じますし、うん、だからやっぱりこう、なんだろう、こう精神的にもその人格的にもなんか高まってる人って多分、ギブすることが当たり前になってる人多いのかなと感じております。はい、まあまあかなって感じなんですけど、はい、まあ僕もね、何者でもないんで、ちょっとあんま偉そうなことは言えないんですけれど、はい、まあちょっと今の話で、ちょっとでもなんかこう響いてくれる人というか、共感してくれる人いたらいいなって思います。はい、すいません、なんかちょっとまとまってない話でしたけれども、はい、お疲れ様でした。バイバイ。